井村久美子、井村久美子、井村久美子、1981年1月10日体は、日本の陸上競技選手で、北京オリンピック日本代表選手。既婚者、旧姓、池田。血液型は B 型。女子総幅飛びの日本記録保持者、6メートル86。総幅飛びの日本中学記録、6メートル19。日本学生記録。 6メートル78も持つ。また100メートルジュニアハードルの日本中学歴代2位の記録13秒78を持つ。山形県酒田市出身。酒田市立松原小学校。酒田市立酒田第三中学校。日本大学山形高等学校。仙台育英学園高等学校を経て、福島大学卒業後2008年11月まで、 鈴木陸上競技部に所属していた、あと、小学校2年生から陸上を始める。小学校5年生で総幅飛び4メートル46をマークする。6年生では5メートル18という記録を残し、驚異の天才少女として注目を集める。中学校進学後も活躍を続け、1年生の時に12歳、年齢別世界記録となる5メートル97を、 マークし、全国中学校体育大会陸上競技女子、共通総幅跳びでも優勝する、初戦の大きい中学生の大会において、1年生が優勝することは稀である。池田は、この後、総幅跳びで3連覇という近似等を打ち立てた。加えて、3年時には、総幅跳び、100メートルハードル、100メートルジュニアハードルの3種目で、日本学記録を樹立する。 日大山形高校進学後、総幅飛びで、高校1年の年に行われた、アトランタオリンピックの参加標準記録を目指すも、慣れない下宿生活などで調子を崩し、その年のベスト記録は5メートル85と、前年より30センチメートルにも落ち込んでしまう。父親が仙台育英高校のコーチに就任したのを機に、同校に転校して再起を図るが、 結局一度もインターハイを制覇することはできなかった。高校最後の全国大会である国民体育大会こそ優勝したが、高校3年間のベスト記録は6メートル14にとどまり、ただしこの記録も高校トップクラスの高記録である、またハードルでも中学時代の記録を更新することはなかった。高校卒業後は福島大学に進学し、競技を続ける。 そこで父親から育成を託された川本和久監督のもと、大学2年から技術面の改良に着手する。それまでの踏切と同時に両足を前方へ投げ出す、鏡飛び、久美子ちゃんジャンプと呼んでいたそうであるから、シザース、空中で足を回転させる、跳躍技術への移行を試み、また、体質改善にも積極的に取り組み、鉱物のチョコレートを立ち、 野菜中心の食生活に切り替えて7キログラムの減量に成功した。これが功を奏し、その秋の日本インカレで5年ぶりに自己記録を更新する6メートル2 9を飛び優勝する。日本ジュニア選手権では6メートル4 6プラス2.7の高記録をマークして優勝。その年の世界ジュニア陸上競技選手権大会、サンティアゴ大会に出場し、 100mH で5年ぶりに自己記録更新。総幅飛びでは 6m43 の日本ジュニア記録。当時、現在は中野瞳の 6m44 をマークし、銅メダルを獲得した。そして2001年、さらに飛躍し自己記録を連発する。日本選手権では、従来の日本記録、6m61 を大幅に、上回る 6m78 の跳躍を見せる。 しかし、花岡真帆が、同大会で6メートル82を飛び、日本記録保持者にはなれなかった。この後も、池田と花岡は、世界大会代表がかかった日本選手権で、数センチ差の接戦を何度も見せていった。後日、同年の世界陸上競技選手権大会、エドモントン大会代表に選出され、出場、予選を通過し11位に入る、長距離以外の女子選手が、 世界大会の決勝に進むことは少ない。また、ユニバーシアードでは、銅メダルを獲得する。2003年、平成15年、パリ世界選手権に出場。2004年、平成16年、世界室内選手権に出場。アテネオリンピックには出場できなかった。2005年、平成17年、日本選手権で花岡を抑えて優勝し、ヘルシンキ世界選手権に出場。 マカオで行われた東アジア競技大会では見事に優勝した。2006年、平成18年、左太もも裏肉離れのため、モスクワ世界室内選手権を欠場するが、5月に静岡国際陸上でシーズン初戦ながら2007年世界陸上競技選手権大会参加標準記録 A、6メートル70突破取る6メートル75の 大会新記録を樹立して優勝し、IAF グランプリ、大阪大会では6メートル86の日本、新記録、2005年世界ランキング6位相当を樹立。並みいる世界の強豪たちを抑えて優勝した。これにより、本人も、目標としてきた日本女子初の7メートルジャンプが、現実味を帯び始めた。九月には、南部た平記念陸上競技大会にて、百メートル、 障害で追い風参考ながら12秒90をマークした。2006年、平成18年、ドーハアジア競技大会に出場し、6メートル81を飛び、アジア大会のこの競技で日本人36年ぶりの金メダルを獲得。2007年、平成19年4月、小田美紀お記念国際陸上競技大会にて、100メートル、障害で、 日本歴代2位となる13秒02をマーク。2007年、平成19年8月、世界陸上競技選手権大会、大阪大会に出場。男子短距離の朝原信春と共に、日本選手団81人の代表として、首相を務める。女子総幅跳びにて、決勝進出を狙うも、6メートル42と振るわず、予選敗退した。 2008年、平成20年7月6日、南部忠田平記念陸上競技大会で6メートル70の大会新記録で優勝し、悲願の逸話内定を獲得。苦しんでつかんだ北京への切符に、記者会見では、寒涙で頬を濡らした。同日、北京五輪代表選手二次発表で代表入りを果たした。2008年、平成20年8月19日。 北京オリンピックに出場したが、6m47 の記録、2回目の記録。1回目は 6m44、3回目はファウル。出場42人中20位、上位12名が予選通過に終わり、予選敗退。ちなみに、予選1位のブリトニー・リース。米国は 6m87、12位のチェルシー・ハモンド。ジャマイカは 6m60 であった。 2008年、平成20年11月、鈴鹿サーキットで、レース運営の仕事に携わる二歳年下の井村、年尾、棒高飛びで、高校総体2連覇、大学選手権優勝の戻り苦情選手と結婚。生活拠点の変更に伴い11月末で鈴木を、退社。2008年、平成20年、アイディアメンタルトレーニングセンターに所属。2009年、 平成21年1月10日、陸上競技担当記者を集めての公開練習で、2012年どんどんオリンピックを目指すと、現役続行を表明。また結婚に伴い登録名を、井村久美子と改名することも合わせて発表。サニーサイドアップとマネジメント契約を結んだ。その後も、井村姓で各地の陸上競技会に参加し、2011年、 平成23年の第95回日本選手権では6立方メートル9で優勝したが、同年のテグ世界選手権派遣標準記録には及ばず、同大会への出場はならなかった。2012年、平成24年の最終代表選公開である2012年の第96回日本選手権では6メートル25で3位に終わり、 派遣標準 B 記録の6メートル65メートルに到達しなかったため、北京に続くオリンピック出場はならなかった。2013年、平成25年6月7日、第97回日本選手権に出場するが、6メートル10の恋に終わる。同日、現役引退を表明。2013年には、夫と共に、ジュニア世代を中心に、 各世代向けのアスレティックトレーニングクラブとして、イムラアスリートアカデミーを設立し、自ら講師としての活動を始めている。前日の通り、池田久美子と花岡真帆は、日本選手権で接戦を演じることが多い。2001年は、池田 6m78 の日本記録に、花岡 6m82 のこれまた、日本記録で 4cm 差に悪転され、2003年は、 池田6メートル6 4に、花岡6メートル6 3で1センチ、池田の勝ち。2004年は花岡が6メートル6 7を出し、池田は6メートル63 6 3 6ル6 4と、迫るが、逆転はならず。そして2005年、世界選手権代表の座をかけた日本選手権は、日本陸上史に残る熱戦となった。 二人は三回目の跳躍を終え、それぞれ、花岡六メートル五十七、池田六メートル六十、花岡池田の順番で、残りの三回の試技を行うことになった。四回目の跳躍で、花岡は六メートル六十一と記録を伸ばし、トップに立つ。しかし池田も、五回目の跳躍で、大ジャンプ。六メートル六十九で、再びトップに。ここで、花岡は追い込まれる。 しかし花岡ももう一つ、日本記録を保持している三段と米を欠場してまでこの種目にかけており、譲れない。六回目の跳躍、あまり風には恵まれなかった、追い風0.1メートルものの体は大きく浮き、6メートル69、小出し、池田に並んだ。二人が同じ記録で並んだ場合は二番目の記録、セカンド記録で、勝敗が決まるため、逆に花岡のリードとなり、 最終条約者である池田に大きなプレッシャーがかかる。そんな中、池田の最後のジャンプ。記録は6メートル61。この結果、セカンド記録まで二人が並び、サード記録、それさえわずか3センチ差まで勝敗に関わるという、類を見ない接戦となった。勝利の考慮を受けた池田は、その年に、かつての死でもあった父を亡くしたこともあってか、感激の涙を流した。 NHK はこの模様を生中継していたが、まさに池田が最後の一回を飛ぶ直前で放送時間が終了してしまい、その後のニュースでも結果について触れなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。